するしない？どうも、ひなたいこです。わー、ということでどう見てもわかるよね。今日は渋谷アベマスの一員としてイベントなんですけれども、初めての試み、18歳以下の学生のみんなと触れ合うアベマスのイベントを本日開催します。で、麻雀を歌うのはもちろんなんですけど、それ以外にもちびっ子たちに喜んでもらおうと思っていろいろ準備しました。私が描いたイラスト、塗り絵に、もうここは4枚麻雀、麻雀わかんない子から打てるようにっていう4枚麻雀と、これは麻雀牌と神経衰弱をやろうと思ってます。で、しっかり見て、うちの赤いとこに赤いとこに JPEX ちゃん、自動卓も用意しましたし、あと M リーグもね、流すために大きいモニターも用意してもらって、あとね、周りにね、謎解きも私作ったんですよ。アベマズのちびっこ謎解き、これ解いてもらうと素敵なプレゼントがゲットできるよということで、さまざまなもので、もう好きなだけ遊んでもらって仲良くなろうと思います。サブタイトルがアベマズと遊ぼうにお越しいただきありがとうございます。アベマズが全員揃っていないことを深くお詫びいたします。もう大変申し訳ございません。今ね、どんな感じですか？うちらのビリです。ビリですか？ビリとビリなんで、はい、すぐ来ます。はい、じゃあ皆さん、はい、一部の最中に結構来る可能性が上がりました。はい、残念ですね、負けちゃうみたいで。はい、待ってましょう。はい、そうなんですね。なんでよかったら塗って完成させて近くのスタッフに見せていただけるとうまい棒がゲットできます。で、はい、今ここ選手が一人だね。ここマージャン覚えたての子だったり覚えたい子で、まだやり方わからないよって子は4枚マージャンを一緒にスタッフの方と覚えようというコーナーが一択あります。で、その横はもうマージャンじゃなくてマージャン牌を覚えようというコーナーで神経衰弱になってます。めくって当たったらうまい棒もらえます。 OK ですか？あ、おめでとうございます。おめでとうございます。惜しい。ボールかけたらこぼれちゃうよ。タカハル喋ってる。タカハル喋ってんね。女の子3人いるね。やね。私が親から始まり大丈夫よ。かわいい持ってたの上手じゃん。はい、では始まります。よろしくお願いします。では私が、はい、みんな一緒に開けられる？そうだよね。さあ、もう8割が親だぞ。恐ろしいぞ。あれ、ちびっこと麻雀しようがほぼ親と麻雀になってるぞ。気のせいか。で、リン三杯は下ろすのか。偉いぞ。はい、じゃあ私が1枚切りますよ。ケイタくんの、あ、こっちなの。惜しい惜しい、見えなかったね。これなの。いいよいいよ。私すごい、何歳でできるんですか？1歳で麻雀をもう。すごいな。うまい。うまい、これうまいな。すごい。あ、頑張れ。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 大丈夫、大丈夫。問題ないよ、大丈夫よ。頑張れ。あと1個取って、そう。1個いらないの捨てよう。さあ、どうだ。違うか。まだか。リーチ。さあ、対戦だ。何待ちかな。合ってるじゃん、すごい。よいしょ。ノン。めちゃか。うらうら。Thank you.
上手に打つね、みんなね。うちの松本より上手ない？よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こっちの方がこっちが取る。はい、この辺。あ、ちょっと待って、こっち。こっち、こっち。で、結構全部ついに。だけどね、ひどいことしちゃってるからね、第一弾に。みんな、僕の第一弾を見ないように。空を見よう、空を見よう。こういう時は空を見よう。危ない、表情に出たら、表情に出たらまずいんで。ナイスだお、リーチ、これあげる、めくってみ。グラグラめくって。リーチ、いつもドライチ。はい、おめでとうございます。すごい。私はフリテンでーす。フリテンでした。フリテン、うまいもん。何味がいい、見てみ、何がいい。フリテン取れるか。それでいいの、それでいいの。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、チーズ。全部自敗にする人は結構変態だね。やばい、早くちゃん、やばい。どう？よろしくお願いします。改めまして皆さん、ありがとうございます。今日の対局でちょっと遅れてしまったんですけど、僕は本当にこのイベントに下すぎて、マイナス100ポイントして上げられました。リーチの来てる、キューマスリーチの来てる、いない、リーチいない、はい、ローピン、ローピンがいるだろ。リーチって言ってね。何回？ローマンって出てない今。ローマンです。リーチ、リーチ、何？イーソー。イーソー出た？あ、イーソー出てないんだ。タカちゃんちょっと引いてよ。タカちゃん引く？イーソー引いたら。何度？隣です。何度です？何が言ったらリーチ？何？イーソー？三層？三品？二品？え、リーチに三品と。三層です。おめでとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。はい。ありがとう。またゆっくり、またゆっくり、ゆっくり。はい、というわけで本日のイベント全て終了しました。お疲れ様でした。もうたくさんのちびっこに会いましたね。親御さんの笑顔も見れたし、ちびっこたちの明るい声と、もう本当に幸せな時間となりました。来てくださった皆様、本当にありがとうございました。モッティもね、途中で登場ということで、阿部松さんにも揃いましたね。今回の動画見ていただいて、自分の子供にも麻雀教えてみようかなって思ってくださるお母様、お父様が増えると嬉しいです。私も娘に絶対教えます。そして阿部松はまたね、こういったイベントを繰り返していきたいと思います。新しい企画も頑張って練っていくぞ。まあするしないの方でもね、イベントいっぱいやりたいと思うので、これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら、バイバーイ。Ooh.